飯田哲也1月8日隊は、日本のエネルギー学者、政治活動家、認定 NPO 法人環境エネルギー、政策研究所所長、日本総合研究所主任研究員、自然エネルギー財団業務執行理事、大阪府市特別顧問、日本未来の党代表代行などを務めた。1959年、山口県津野郡津野町に生まれる。 周南市立中須小学校、山口県立徳山高等学校理数科を経て、1977年、京都大学工学部原子核工学科に進む。在学中は、ワンダーフォーゲル部に所属し、年間100日くらい山に入っていたという。1983年、京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻修士課程修了。同年、 神戸成功へ入社する。電力中央研究所勤務を通じて、原子力村の実情に接し、矛盾を感じて退職。スウェーデンに留学し、エネルギーと暮らしの現場を訪ね歩き、原子力村と向き合う覚悟が固まるに至る。1990年から約2年間、同国のルンド大学環境エネルギーシステム研究所、客員研究員を務めた。1996年、 東京大学大学院、先端科学技術センター博士、家庭担任取得満期大学、2000年 NPO 法人環境エネルギー政策研究所を設立して所長に就任する。その後は、中央環境審議会、総合資源エネルギー調査会、東京都環境審議会などの委員を歴任。民主党政権樹立後、鳩山幸男内閣時には、 中期目標達成タスクフォース委員、及び行政刷新会議の事業仕分け人に指名された。また、環境省中長期ロードマップ委員、規制改革会議、グリーンイノベーション文化会委員、環境未来都市委員などを歴任。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震後は、エネルギー戦略、原子力戦略として、自然エネルギーの活用を主張し、 同年10月より、野田内閣の下で、総合資源エネルギー調査会、基本問題委員会委員、内閣官房原子力事故、再発防止顧問会議委員に就任。グリーン電力少々を扱う、エナジーグリーン株式会社、お日様エネルギーファンド株式会社などを創業し、それぞれ取締役を務めるなど、基上の研究にとどまらない実践家でもある。ただし、 民主党政権樹立後には公職の比重が増したため、非営利性を立証するため2012年に、それらの取締役をすべて辞した。なお、エナジーグリーン株式会社は2016年6月末を、もって、ネクストエナジーリソース株式会社に、業務統合。2012年1月、大阪市の橋本徹市長より特別顧問に、任命される。2月、 大阪府特別顧問を兼務。同年6月8日付の地域市、日刊新集団は、飯田が7月12日告示、7月29日投開票予定の山口県知事選挙に出馬を検討していると報じ、続いて同6月10日付の読売新聞などが、複数の関係者に伝えられた情報として、同様の内容を報じている。この報道に対して、本人は、 報道時点のツイッターでは様々な方から出馬要請をいただいたのは事実ですが現時点で立候補は白紙ですと語っていたが6月13日に行われた大阪府市エネルギー戦略会議で府市の中長期のエネルギー戦略についてなすべきことができたと大阪府市の特別顧問の辞任を表明6月17日にツイッター上で立候補を表明したこれに対して 特別顧問に任命した大阪市長の橋本徹や大阪府知事の松井一郎は仮に飯田が知事選に出馬したとしても自身が主催する政治団体である大阪維新の会としては選挙戦に関与できないとコメントしている。飯田は無党派層を中心に支持を集めたが自由民主党、公明党の両党県連の推薦を受けた山本重太郎に66,807票差で 敗れた。2012年8月29日、大阪府と大阪市の特別顧問に復帰した一方で、9月30日に、次期同県知事選挙での立候補も視野に入れて、地域政治団体、未来山口ネットワークの設立を発表し、特別顧問に就任した。しかし11月27日には、加田幸子氏が県知事が、卒原発を旗印に結成を表明した。 日本未来の党の代表代行に就任する。現役の滋賀県知事であり、現実には、都心での国会活動ができない、加田代表に代わり、国会において、日本版、オリーブの気候層を実現させる可能性にかけて、自らの国政進出を表明する。しかし、知事選落選後、間もないうちに、新政党を立ち上げ、国政へ出馬しなければならない状況になったことで、 一部の支持者の間に、なぜ国政に挑戦するのか、小沢氏と組んだのはなぜか、などと不信感が広まる結果となった。11月29日に、日本未来の党の副代表に降格した後、12月1日、再度代表代行に就任。2012年12月3日、第46回衆議院議員総選挙に、山口県第一区から同党公認候補として、 立候補したが、対抗馬の河村雅彦に10万票を近い差をつけられ、重複立候補していた比例中国ブロックでの復活もかなわず落選した。得票率は17.6%だった。選挙後、未来の党を離党し、政策アドバイザーとなる。2013年1月10日、記者会見を山口市裁校庭で行い、次回の山口県知事選を見据えた。 県内活動の継続を改めて表明。未来山口ネットワークの特別顧問として、草木塾、タウンミーティングなどの公開イベント活動を県内各地で展開する。また、これまでの大型企業資本による植民地型開発による再生可能エネルギーの普及ではなく、地域住民の合意に基づき、地域住民が所有権を有し、地域経済に還元される形での 再生可能エネルギーの普及、いわゆるコミュニティパワーに基づくエネルギーシフトの実現を提言し、福島県や山口県をはじめ全国各地での環境対策やエネルギー政策の支援活動も継続している。2013年2月25日山口県宇部市、時は公園湖水ホールにおいてコミュニティパワー会議2013を開催し、デンマーク、カナダ、 オーストラリアなど国内外からコミュニティパワーのキーパーソンとなったエネルギーシフトの先駆者を招いての国際シンポジウムも実現。2013年3月14日には衆議院議員会館において地域エネルギーイニシアチブの呼びかけ人として公開発起人集会を開催。発起人にはデンマークサムソ島の自然エネルギーアカデミー代表ソーレンハンマー戦、 アーティストの坂本隆一、慶応大学経済学部教授の金子マサルを、はじめ、ご当地電力など、地域主権のエネルギー社会を目指す各地のキーパーソンを、発起人として、地域エネルギー主権とエネルギーの民主化のために、連携し、協力し、さらにその動きを加速するためのネットワーク、地域エネルギーイニシアチブの立ち上げを発表。年月日、 チェルノブイリ原発事故27周年の日、山口市において、井戸川勝隆市前、双葉町長とのトークイベントを開催。翌4月27日山口県下関市において、映画、双葉から遠く離れて、上映会トークイベントに、井戸川勝隆市前双葉、町長、船橋敦辻監督らと共に参加。さらに翌日、4月28日山口県、 上野関町宿島にゲストと共に移動し、同映画の上映会とトークイベントを開催。上野関原発計画で揺れる山口県内において、3日連続で福島第一原発事故当時の立地自治体の組長と共に原発開発がもたらす地域社会の崩壊の現実を訴えた。第79回ピースボート地球一周航海の戦場。 2013年5月12日フランスから16日スウェーデン間にて開催された世界各国の専門家や NGO を集めた洋上脱原発世界会議に井戸川勝隆市全双葉町町をはじめスウェーデン、フィンランド、フランスなど計7カ国12人と共に参加。洋上会議では自然エネルギーと原発政策に関するヨーロッパと日本の動きを見つめ 欧州と日本における脱原発運動とエネルギーシフト運動の連帯を強化するとともに、福島の現状に対する国際的な理解を深め、健康と人権の観点から福島にとって必要な国際支援について議論。また、核廃棄物と核燃料サイクルの問題、核兵器廃絶と脱原発のつながりについても議論が交わされた。会議の最終日には、 福島のすべての被災者に対する権利の保障を求める福島連携アピールを取りまとめ発表した。2014年1月21日山口市内のホテルで記者会見を開き、山本主家太郎山口県知事の任期途中での病気辞任に伴う時期山口県知事選挙に立候補せず、在野の立場でのエネルギーシフトと21世紀型の 新しい地域社会づくりに専念する第三の都への出馬を表明。まもなく、飯田鉄なりサポーターズ及び未来山口ネットワークは解散。2014年1月31日、2月1日、2月2日の3日間にわたって、自らが所長を務める環境エネルギー政策研究所主催で、コミュニティパワー国際会議2014イン福島を南相馬市、 福島市、北方市と日々、福島県内を横断するように会場を移動しながら開催。最終日、北方において、福島コミュニティパワー宣言が採択される。東日本大震災、福島第一原発事故発生から3年目の2014年3月11日、前年立ち上げた、コミュニティパワーイニシアティブから発展した、全国ご当地エネルギー協会。 みんなの電磁連発起人総会を開催する。発起人の一人である民族学者、赤坂の雄による鎮魂の黙祷に始まり、全国から参集した40名の民間電力会社経営者による宣誓が行われ、最後に佐藤いよいよエモンアイズ、電力代表取締役による立ち上げ宣言が行われた。また、震災当日の午前中に閣議決定された。 固定価格買取制度を記念して毎年3月11日を自然エネルギーの日とすることも同窓会にて決議。ありがとうございます。